ガモウナ親は、岡山県倉敷市出身のレーシングドライバー。フォーミュラトヨタレーシングスクールを2006年から受講し、2007年に合格。しかし2008年は同期の国本雄二と対照的に、振るわず、シーズン途中で、トヨタヤングドライバーズプログラムから除外される。しかしトヨタの支援は継続され、2010年に全日本 F3 選手権 N クラスに参戦し、 シーズン2。2011年に C クラスにステップアップし、シーズン4位、翌年はスポット参戦ながら N クラスシーズン7位の成績を残した。2013年からニュルブルクリンク24時間にトヨタ画像ーレーシングのドライバーとしてデビューし、以来2017年まで5年連続で参戦している。2014年には SP3 クラスでクラス優勝を収めている。 以降も連続して参戦し、2018年にガズオ、レーシングから出場するドライバーの中では、ニューサ最多出場者となっている。スーパー GT には、2011年に GT300 クラスのハンコック KTR から富士と鈴鹿にスポット参戦でデビュー。2013年にはシフトで鈴鹿 1000km に第3ドライバーとして参戦し、2位表彰台に上った。 2014年最終戦から、レオンレーシングで、黒沢春樹とコンビを組んで参戦。2016年岡山でついに初優勝。2017年には、鈴鹿 1000km と最終戦、ツインリンクも敵でも優勝を飾り、年間ランキング2位につけた。2018年はコンスタントにポイントを重ねて、最終戦で優勝し、自身の誕生日に GT300 チャンピオンとなった。 ありがとうございます。